州へと攻めきた曹操を退けた。曹操は度重なる敗北にしばしの沈黙を余儀なくされる。一方、呂布の有名はさらに天下へと響き渡ることとなった。これに対し危機感を抱いたのが南に勢力を持つ袁術である。このまま呂布が袁州で力を得ればいずれ南下することは必至。その脅威に怯えた袁術は配下である孫策に呂布討伐を命じた。孫家は今でこそ袁術の下にある盛況な武門の一族。強き者との戦を願う寄進にとってまたとない相手である。この動きを知った呂布は長領長仙らと共に南進。孫策と袁術が軍を整える五軍の地へと踏み込んだ。天下に無双たる男はいずれか今武人たちの血が熱くたぎる。前に陳久が南の軍閥の話をしていた。それが孫武か。まあ俺の敵ではなかろう。少しは楽しませてくれればいいかな。北での戦いが終われば次は南。男子とは核も争いが多いものなのですね。争いを止めるのも武の力ならば様の天下早く実現いたしましょう。この戦袁術など気にすることもなし。しかし孫吾の軍は手強い。手強いでしょうな。中でも現当主孫策は小覇王と呼ばれる男。戦に長し急速に勢力を強めたとか。ほう、小覇王と。ぜひこの張文彦と手合わせ願いたいものだ。戦場で豪傑同士が惹かれ合うは常。おそらく呂布殿も小覇王に惹かれましょうな。その通りだ。呂布殿に遅れを取らぬよう奮戦せねば。開門せよ張文彦、出陣する。出てこい小覇王、俺が相手になってやる。Yeah!
わば南北随一の武勇の激突か。ならば私も相手に力を出し切らねば。陰の武勇、私の知略が破れようと。素晴らしいご武勇です。やめろ。入ってしまいました。武勇、戦は知略でするものだ。やめろ。知るがよ。
まいました。周遊殿、策は失敗だ。俺が目立ちすぎたばっかりにな。よし、神宮、こっちは終わったぞ。さすが、さすがは精鋭なる皆様のお働き。では、私も始めるといたしましょう。せっ！よし、敵が現れたか。今だ、敵を攻撃し、退路を立て。西の隊はどうした？まさか、私の策が見破られていたというのか。神宮殿こそ我ら緑軍が待望した御神だ。いざ。覚えてなさいよ。お見事な活躍ですな。強大な敵となるだろう。お見事よ。押せつけてくれますな。いいぞ長領、中止で戦え。ここが貴様らの墓場だ。全員まとめて押し潰す。現実様には指一本触れさせんぞ。貴様ら全員ここで果ててしまえ。欲の父上を
倒してやる。痛かったぜ。貴様が孫策か。さすが神なんて呼ばれるだけあるぜ。楽しませてくれそうだな。ああそうだ、俺は楽しみに来たんだ。さあ思いっきりやろうぜ。暑いじゃないか。いつかまた戦おうぜ。名族も部門も、もはや敵ではない。行くぞ。天下の頂点に立つのは俺たちだ。勝負の尊敬、並ならぬ知勇であった。しかし天下に無双たるは我ら呂布軍よ。